第4611戦団は太平洋戦争中の1944年6月11日にサイパン島から日本本土へ出発した日本の護送戦団である。アメリカ軍によるサイパン島攻略作戦の事前空襲から逃れようとした日本戦団で最大のものであったがアメリカ海軍機動部隊に捕捉され輸送船のほとんどは撃沈された。 なお、命名方式の関係で同盟の戦断が別年度にも運行されている可能性があるが、本校では1944年の戦断を開設する。1944年6月、アメリカ軍は15日のサイパン島上陸に向けて作戦を進めていた。正規空母7隻、軽空母8隻を中心とした高速空母機動部隊である、 第58任務部隊は、上陸の事前攻撃と攻略戦団の援護のため、6月6日に、メジロ白地を出撃した。空母の存在を否得するため、アメリカ軍はあえて艦上機を飛ばさず、基地航空部隊により、艦隊前路の紹介を実施しながら航行した。日本軍も、メジロに集結していたアメリカ海軍機動部隊が、出撃したことを6月9日の航空偵察で、 知っていたが、マリアナ諸島攻略よりもニューギニア東北岸やパラオへの襲来の可能性が高いと誤った情勢判断をしていた。10日にはマリアナ諸島沖などにアメリカ軍の陸上哨戒機が異常に多数飛行していることから敵機動部隊が付近にいる可能性が高いとまで推測していたが、以前としてその意図を掴み切れていなかった。 サイパン島は防備強化の最中で、パラオ方面へ向かう航路の中継地でもあったことから、第3 0 530戦団などの軍用輸送船が多数寄港していた。この時、マリアナ諸島に停泊していた主要な日本軍輸送艦船は、海軍徴用船を中心に26隻であった。一部は、第4610戦団として水雷艇、広の護衛で6月10日に、 横須賀方面へ出港する計画だったが、実際には11日段階でも未出発だった。なお、第4610船団という故障は、横須賀鎮守負担当地区の船団に用いられていた命名規則に基づく命名で、1000の位の4は、サイパン発、横須賀行きを、下3桁の610は6月10日出港を意味する。6月11日、 予定より早く、マリアナ諸島沖に到着した第58任務部隊は、ミッチャー中将の案で半日繰り上げて、同日午後からマリアナ諸島への空襲を開始した。従来のアメリカ機動部隊の空襲は明け方、開始だったことから、午後からの攻撃開始による、奇襲効果を狙った戦術であった。この初日の攻撃は、制空権ダッシュを主目的とした。 戦闘機中心のもので、アスリート飛行場などの日本軍基地航空隊は壊滅状態となったが、感染の被害は貨物船、喜びよマ丸歩海石損傷にとどまった。11日の空襲を受けても日本海軍は上陸作戦が始まると気づいていなかったが、空襲が続くことは予想したため、行動可能なマリアナ所在の輸送船で5艘船団を編成。 当該へ退避させることにした。第4611戦団がその一つで、加入輸送船は13隻と脱出戦団の中で最多であった。護衛部隊は、第4610戦団の護衛に予定されていた、水雷艇、広島機関に、第4号解剖艦特船艇3隻、他に、苦戦特務艇、総海特務艇など、小型艇5隻の、計10隻で、 広市座城の正治よ吉,吉大佐が、船団指揮官となった。他の対比船団は、旧家庭艦金崎沖艦に徴用輸送船5隻特船艇2隻で、後世の金崎船団で、金崎艦長指揮の下で11日夜に、サイパン発、20日から22日にかけて、奄美大島に無事に到着した。また、広市順丸他輸送艦船2隻を解剖艦2隻で、 護衛した、広島順丸船団は、空襲開始より、前の11日早朝に、サイパン発パラオ行きで、出航済みだったが、第1号輸送艦が損傷した以外は、無事に、目的地へ到着した。11日、第4611船団は、サイパン島のタナパグ沖を出航した。船団速力は8ノットと遅かった。横須賀へ向けて、 出港済みだった第4号解剖艦は、反転して、船団の護衛に協力するよう命じられた。12日朝9時前、サイパン北西洋上で第4号解剖艦が、船団に合流した。午前9時35分、船団が、北緯17度32分、統計144度00分付近に、差し掛かったところ、アメリカ空母機30の40機が開い、攻撃を開始した。 これは四つに分かれた第58任務部隊のうちの第4軍、第58.4任務軍に属する空母、エセックス、ラングレー、カウペンスの搭載機で偶然に戦断を発見したものだった。ナグモカズ中部太平洋方面、艦隊司令長官は戦断が攻撃を受けたことを知ったが、救援に派遣できる航空戦力が残っていなかった。ナグモ中将は、 伊予島基地などに通報して支援を求めた。午前中の攻撃に続き、午後3時頃に約30機襲来、午後4時半前に約20機襲来と波状攻撃が戦乱を襲った。スコールの到来で空襲はやんだが、第2波の攻撃で、機関、広氏は爆沈し、輸送船は、竜田川丸、貧港丸、稲荷丸、文字丸の4隻を残して、 翌日には沈んだ。特設捕獲猛呈、国三つ丸も撃沈され、その他の護衛艦,艦艇もほとんど損傷した。12日夜には、核艦船団各幹線は、損傷が激しく救助も、ままならない、漂流状態となり、次第に分裂した。第4号解剖艦から、船団壊滅の報告を受けた横須賀鎮守府は、父島根拠地帯に救援要請して、13日朝、 父島停泊中の第3606船団から第16号船艇と第18号船艇を差し向けたが、遊国には救援任務中止となった。船団の生き残りの第25号船特務艇は、竜田川丸を護衛して、父島へ向かおうとしたが、二隻とも損傷が激しく、行動困難なうちにはぐれ、第25号船特務艇だけが15日に母島へ到着した。 輸送船のうち、モジマルは、バタビアマルの生存者を救助後、12日午前11時30分に、脱出を断念して単独で、サイパンへと引き返した。モジマルは、14日午前2時頃に、サイパン沖まで戻ってきたが、ちょうど、アメリカ艦隊による、対地艦砲射撃の最中であった。モジマルも、砲撃目標とされたため、午前3時30分には、 総員退去となり、午前5時30分に沈没した。一方、第58任務部隊は、日本軍の反撃戦力を撃破するため、小笠原諸島一帯を空襲することにし、第58.1任務軍と、第58.4任務軍を北方に分権した。15日、2軍合わせて7隻の空母搭載機により、小笠原諸島への空襲が行われた。田川丸は、 小笠原諸島東方洋上で、軽空母、バターンの対戦哨戒機に発見されて、さらに損傷、フレッチャー級駆逐艦、チャレットと、ボイドによって、とどめを刺され、北緯25度2部、統計144度37分付近に沈んだ。18日、貨物船、稲荷丸が、名古屋港へとたどり着いた。貨物船、貧港丸も、 21日に激しく損傷した状態で、伊洋島へと到着。その後、特設区選定、文丸と航空機の援護を受けて、父島へと移動した。護衛部隊は、第4号海防艦が18日に、横須賀へ短艦で帰島したほか、それぞれ日本側拠点へ帰島した。サイパン戦末期の7月5日、タナパグの海岸に横たわる日本兵の遺体。 船で脱出しようとやってきたところを射殺されたという、父島の二見湾に残る貨物船、貧困丸の残骸。船体上部は長年の風浪により失われている。第4611船団は、激しい空襲から逃れきれず、輸送船のほとんどを失った。日本側の拠点にたどり着けた輸送船は2隻だけであった。護衛部隊も、機関。 広ロと特設捕獲盲艇一隻を失い、残る艦艇のほとんどが激しく損傷した。6月15日、アメリカ軍はサイパン島への上陸を開始した。同日、サイパンの第5根拠地帯司令官は、全船舶のマリアナ諸島からの退避を命令した。11日の脱出に加われなかった、輸送船四隻や特設不設艦、日夕丸など、残留艦船は、 ほとんどが港の中で撃沈された。マリアナ諸島には多数の民間人が残されたままであったが、脱出する手段を失い、地上戦に巻き込まれることになった。本戦団加入戦のうち、貧困丸は、父島まで脱出できたものの損傷が激しく、父島の二見湾に停泊していた。その後、同年7月4日に、 再度の空襲を受けた際に命中弾はなかったものの、座礁、8月4から5日のスカベンジャー作戦による空襲で魚雷を受けて炎上した。貧困丸が復旧されることはなく、終戦後、その船体の残骸は、戦争遺跡として、小笠原村の観光スポットの一つとなった。参考のため、第4611船団以外の対比船団、 およびその他のマリアナ所在主要船舶の状況も記載する。ありがとうございます。